ブロッホソルバー入門の第20回目の動画をお送りしますスピンエコー法の5回目3次元高速スピンエコー法についてお話ししますこの図はこれまでにも何回も出てきた各種スピンエコー法の関係を示す図です今回はその最後である3次元高速スピンエコー法のお話をします3次元高速スピンエコー法 すなわち 3DFSE では最初の冷気パルスの後に100個から200個のリフォーカスパルスを加え数分程度で3次元領域の前形空間データを取得します発生するエコーの強度がほぼ一定となるようにリフォーカスパルスのフリップ角を変化させることが重要な技術となっています典型的な手法としてパルスシーケンスの最初の部分でフリップ角を急激に減少させその後 フリップ角を緩やかに増大させることにより、ほぼ一定のエコー信号強度を得る手法が用いられています。ただし、信号強度は T1 と T2 に依存するので、それらの適切な値に対する最適化を行う必要があります。ここに、この動画で実装を行った 3DFSE シーケンスの基本的構造を示します。実際には、スライス方向、すなわち Z 方向に、 緩いスライス選択グラジエントを加えるべきですが、ここでは本質的ではないため省略しています。冷気パルスは通常は90度パルスとし、リフォーカスパルスはこのように強度を変化させてフリップ角を変化させています。エコースペーシングは 4ms、RF パルスのパルス幅は500マイクロセカンド、データ収集時間は 2.048ミリ秒としました。実機におけるこれらのシーケンスパラメータは公開されていませんが、これらのパラメータは実際に使われているパラメータと同じ程度と思われます。このグラフは 3D FSE におけるリフォーカスパルスのフリップ角の時間的変化の例です。エコー間隔は4ミリ秒、リフォーカスパルスの総数は160個です。このように。 リフォーカスパルスの最初の10個くらいまではフリップ角は急激に減少しその後緩やかに増大しますこのグラフは冷気パルスのフリップ角を90度としリフォーカスパルスのフリップ角を先ほどのグラフのように変化させた時のブロッコシミュレーションで求めたエコーの信号強度変化です 3DFSE における画像再構成にはエコーの信号強度が ほぼ一定となる領域を使用します。エコー信号強度は T1 と T2 に依存して変化します。これは観測されるエコーにはスティミュレーテッドエコーなどの工事エコーの成分が含まれているためです。これはシーケンスビューワーで可視化した実装した 3DFSE のパルスシーケンスのシーケンスチャートです。このように最初のエコーから 30番目くらいのエコーのところで Y 方向の位相エンコードがゼロとなるようにしていますので実行 TE は 136ms となります。なお GX は信号読み出しグラジエント GZ はもう一つの位相エンコードグラジエントとなっています。ここにパルスシーケンスのパラメータとブロッホシミュレーションのパラメータをまとめて示します。 画像マトリックス数は256の3乗でピクセルバンド幅は 488Hz となります。シミュレーションで一番重要なパラメータはサブボクセル数です。サブボクセルとはここでは 160×1×1 としています。数値ファントムのサイズは 256×256×160 画素ですが GPU のメモリ容量の制限で 全部の各時家を一度には計算できないので、スライス方向に10個に分割して計算しています。また、トータルのサブボクセル数は8億個程度になります。計算時間は RTX3090GPU を用いて5時間くらいでした。この図は 3DFSE 画像の評価に使用する T2 分布を持つ数値ファントムの構造です。 プロトン密度と T1 分布はファントム全体にわたって一定で T2 は各サンプルで 50ms から 140ms まで 10ms 単位で変化しています。そして直径を200画素、長さを160画素としています。またこの動画におけるブロッホシミュレーションでは面内画素サイズを 0.86mm×0.86mm、mm、としています。 これは、先ほどの数値ファントムと 3DFSE のパルスシーケンスを用いて、ブロッホソルバーによってシミュレーションを行った結果です。アキシャルスライスを 4mm 間隔で40枚示しています。こちらは、サジタル画像を4枚間隔、すなわち 3.5mm 間隔で示したものです。ファントムの3次元的構造が明瞭に画像化されていることがわかります。 これは、理論的な T2 コントラスト、すなわち、TE を 136ms として、T2 強調画像の理論的画像コントラストに対して、各サンプルの画素強度をプロットしたものです。このリニアな相関から、シミュレーション画像において、T2 コントラストが得られていることがわかります。これが、3DFSE のパルスシーケンスのソースコードです。最初に 例によって、ライブラリのインポートと、シーケンスパラメータの設定を行います。そして、リフォーカスパルスのフリップ角は、外部ファイルから入力しています。ここでは、エクサイテーションブロック、プリフェージングブロック、リフォーカスブロック、位相エンコードとデータ収集ブロックの定義が行われています。ここでは、シーケンスループの定義が行われていて、 一番外側のループは、Z 方向の位相エンコードループ、その内側にエコー収集ループがあります。この動画のまとめです。1番目、160個のスピンエコーを発生する3次元高速スピンエコーシーケンスを作成しました。2番目、生体組織の代表的な T1 と T2 に対して、ほぼ一定のエコー信号強度を得るように、リフォーカスパルスのフリップ角を設計しました。 3番目信号読み出し方向に多数のサブボクセルを必要としたため3次元方向に数値ファントムを分割してシミュレーションを行いました4番目ハーフフーリエ法を用いて画像再構成を行いアーチファクトのない明瞭な3次元画像の取得に成功しましたこの動画は以上ですご視聴いただきありがとうございました